サスカチュワン州はカナダの中西部に位置する州の一つ。サスカチュワンとも表記される。北米大陸中央部のプレーリーに位置し、西はアルバータ州、東はマニトバ州、北はノースウェスト準州と接し、南は国境を隔ててアメリカのモンタナ州、ノースダコダ州と接する。州とはデジャイナ、州最大の都市はサスカトゥーンである。 サスカチュワンの語源は、サスカチュワン側の名前から来ているが、クリー語の、この音から。意味は、早く流れる川。もともと現在のサスカチュワン州には、アサバスカ語族や、アルゴンキン語族をはじめとする、先住民族が住んでいた。17世紀末になると、欧州から白人が到来し、18世紀には、ハドソン湾会社が入植を開始した。1870年代には、 カナダパシフィック鉄道が開通し、カナダの連邦政府が入植希望者に土地を無償で提供した。その過程で、カナダ政府によって先住民族が居留地に武力で追いやられた。これに対して1885年、メキノ部族が抵抗し、反旗を翻して戦った。その後、サスカチュワン州は順調に発展し、白人入植者も増えた。 アルバータ州から流れてきたノースサスカチュワン川とサウスサスカチュワン川がプリンスアルバートの東約4 0トルで合流しサスカチュワン川となりマニトバ州へと流れる海水の3倍の塩分量を含むと言われる塩水湖リートルマニトゥ湖がサスカトゥーンから車で1時間ほどのところにある温水プールやエステなどの施設が整っていてリゾートホテルもある サスカチワン州の地方行政区を参照のこと。州内の人口ランキング10都市。サウスサスカチワン川州の経済は主に農業にて支えられている。かつては寒すぎて農業はできないと絶望しされた時代があったが技術を高める努力が実を結び農業地帯となった。2010年代においては日本向けにビール原料の大麦を出荷している。 ウランをはじめとした鉱物の生産地としても有名である。ポタッシュ社が経営する世界最大の塩化カリウム鉱山が存在する。population and dwelling counts for Canada, provinces and territories 2016 and 2011, センセセス。statistics Canada 2017年4月30日、閲覧。gross domestic product, expenditure, ベースド。 バイプロビンステリトリー。スタティスティックスカナダ。2017年1月26日。閲覧。クリー・ゴラテン・ホンジ。キージー・スケーシー・ファニシピ・ーハット。ランゲージ・ハイライト・テーブルズ。2016センサス。スタティスティックスカナダ。2019年7月16日。閲覧。円かかり安定供給で、協力継続 JA 全農と、カナダ。農業協同組合新聞。 2020年5月26日閲覧。米国株の注目企業を、カリウム鉱山採用テッポタッシュ。all about http://allabout.co.jp:/glam//gc/374401/2014 年6月20日閲覧。A, The Saskia One, Institute of Applied Science and Technology. ありがとうございます。